はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員楠田亮でございます。山梨様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。なんかね、自民党案会見の自民党案も維新案もダメだ、自分のとこの会見案しか認めないっつってですね、会見に賛成しているふうなことを装いながら、実際は実質は会見を妨害している政党があるって聞いたもんですから、まあ会見の手順や方法には、あとは手直し、こことここを直そうというのにはいろんな意見がありますけれども、日本改革党っていうか私の意見はスピード重視で、とりあえず9条廃止、廃止っていうか削除。日本国憲法は当面7条8条10条11条ってなるのが一番早いのかな。スピード重視ですね。あとでじっくりね、新9条考えればいいでしょう。当面削除しておいてさ、ログのこと書いてるんだから全部9条は、各党がそれぞれの改憲案を持ち寄ってけんけんごうごうやってたら時間かかってしゃあないし、いつまでも実現しないんじゃないかって考えております。手っ取り早く9条すっと削除、黒塗りにしてですね、7条8条10条11条で当面それでいいじゃねえか。けんけんごうごうああでもねこうでもねやってるうちに人民軍が攻めてきたらあかんでしょ、間に合わなかったらあかんでしょ。あとですね、憲法全文の平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意したっていう部分、他力本願すぎバカすぎですね。何それ、なね、防衛アメリカに丸投げして、これ作ったのはアメリカですから、平和を愛する諸国民っていうのはアメリカのことなんですね。ただアメリカに公正と正義なんかねえっていうですね、他の国よりはもちろんマシですけれども、あとは日本の近隣中国、ロシア、北朝鮮、韓国で平和を愛する諸国民なんかいねえっていうですねものすごいバカな全文の部分がありまして、この部分のもですね、とりあえず一文を削除すると、黒塗りにする、まあ異論は認めますけれども、スピード重視だったらそうだよな。9条廃止が参院選の公約でしたけれども、まあまあ正確に言えば9条削除ってことかな。各支部長は、日本改革党各支部長は会見について聞かれたらこんな感じでって言ってください。手っ取り早くスピード重視で9条削除して7条8条10条11条、新しい9条は後からじっくり考えとして、もう永久に削除でもいいよ。その代わりですね、まあ後ろの方に百何十条のあたりに自衛隊の立場明記、防衛のためにあらゆる努力を惜しまないとかなんとか、そういうのを付け足してもいいっていう、まあスピード重視で、我が党の改憲案しか絶対認めないっていうのは改憲妨害してるよね、これね、実質。たくさん作られた民主党、民進党、立憲民主党の調査チームがですね、調査結果をご報告いたしますっていうのを一度も見たことがない件、そんなんだから落選するんですよね。これ私ツイートしたところ、そういえば前川喜平の貧困調査も、文科省元トップで天下りの斡旋でクビになった前川喜平、現役時代、文科省官僚時代から若い女子限定の貧困調査をやっていたらしくてですね、それがですね、
いつまでたっても調査報告書出さねえんだよな。まあこれと一緒の構図であります。まあそんなんだからこいつら落選するんですよね。7分の5落選しよう、自民党外交部会、今後の日韓外相会談を見送れっていう決議を反対者なしで可決、全員賛成。理由は韓国政府が竹島周辺の調査や軍事訓練をやめないこと、何よりも島から出ていかないこと、不法占拠をやめないこと。結果は外務省を通じてですね、林法政大臣に伝わる模様であります。ネットの話もう絶対に許すな。統一の件もあるし、韓国との外交は無期限停止にすべき。パヨ、自民党は統一教会を通じて韓国とズブズブのはずなのに。まあそういうやつもいるでしょうね。外交部会にはいないって話で、カルトの母国に用はない。韓国と少しでも関わったら統一教会案件かと素早く指摘しないと。これ良さそうですね。とってもね、統一と無関係な自民議員が大半なわけで、日韓両国民は友好なんて全く望んでいないんだが、会うだけでも統一教会に配慮しているのかと言われるし、カルトの件もあるから強気なところを見せんと。バカ外務省も少しは国益のために働けよと。掲示板にはですね、この案件に対して、日本は滅びるだの、日本人は土下座しるだの、なんでだって話、支離滅裂な発狂投稿が散見されました。もう支離滅裂、まあ、書いてんのは外国人だろうな。これでますます日本人に嫌われて頂上、めでたしめでたしと。クソ生意気なことを、支離滅裂なことを発狂して書き込むと、ますます嫌われてとってもいいな。脊髄反射で口答え、本当に黙ってらんないんだよな。まあやつらの特徴なんですけどね、これ共産党の特徴ともだいぶ被んですけどね、脊髄反射で口答え、論より大声嫌がらせ、逃亡しながら勝ち宣言、可能なインチキ見逃さずっていうですね。まあ私が考えたんですけど、この表語は日本語掲示板に日本語で書き込んでんじゃねえよ生意気なさ。母国の掲示板に好きな音を書けっつうの、そういうやつは。自民外交部会仕事してますね。ここのメンバーは全員統一とは無関係そうだな。投稿にも多数だったが、今韓国に甘い顔すれば統一絡みって言われる。その通りですね。ヨガ教室の個人指導が大好きで、勤務中にも行ってしまう林法政が変な真似しようとしたら、カルトの指示がよって叩きましょうね。そうだ、それがいい。話し合って決めたことを守る気ないんだから、話し合い無駄なんですよ、韓国政府との。竹島取ってる新生敵国、全くの敵国、軍事敵国と話し合いなんてそもそもどうかしてんだよな。普通の国なら国交断絶でしょ普通。これがもしね、なんで国交断絶してねえんだ、統一教会の影響だとしたら、許されんど、クルサリンドって話ですね。まあクルサリンドっていうのはあれですね、沖縄のなんとかっていう逮捕された平和活動家が一般人のことをクルサリンドっつって脅してる映像ありましたけど、なんか沖縄弁で殺すぞみたいな、そういう意味だそうであります。ネットメディアサキシル編集部、ペロシ下院議長が台湾に到着する瞬間を BBC も CNN もライブ中継していたのに、まあ、つまり世界の関心事、エイベイの関心事だったのに、日本のテレビ局の中継はゼロ。ネットで上がる憤りの声、いう記事載せておりました。そっか、私テレビ持ってないんで気がつきませんでしたけれども、ゼロだったのか。まあ BBC とか CNN とか他と比べないとこれ分かんない現象でしょうね。ネットの判断です。
公共本省、公共放送、かっこ笑い、視聴率が毎年着実に減少する理由がよくわかる実例。株価にも影響あったっていうのに何やってんだ。日本のテレビのガラパゴス化。日頃世界が日本は遅れていると騒ぐ日本のテレビが一番遅れてるというオチ。相変わらずのクズっぷり。もうテレビなど不要だということかと。試験なんですけどね、 NHK が号令かけたんだろうな。みんな中継すんなよ、民放を追うってね、こういうことかな。力関係がライバルじゃなくて、まあ、民放と NHK ね、親分子分の関係であると中の人に聞いております。 NHK の中の人に、ちなみにですね、 NHK は総務省より強いっす。総務省は民放より強いけどね、 NHK が望むように NHK の都合いいように省令出しているのがその証拠であります。渋谷の NHK 本部に中国中央電視台が入ってんですけど、中の人の話ではね、表札がない、どこの部屋にあるんだか分かんない。 KBS はあるのに、まああの一室当てがわれてるらしいんですよ、 KBS は。で中央電視台はあるはずなのに、どこ探しても表札がない、なんか開かずの事務所みたいな。さらにはですね、駐車場に中国大使館の青ナンバーがしょっちゅう止まってるだそうで、NHK 中の人の話ですね。 NHK プラスに民放はですね、中国共産党の支配下に入ってんでしょうね、完全にね。まあ知ってたけど、まあ BBC と CNN 見れる人で、これ比較しないとわかんないっつうのがミソで、何の疑いもなく NHK 見てる人は何もわかんねえんだろうな。というわけで地上波は全滅ですんで、テレビを捨てることをおすすめいたします。昔テレビ改革と名乗っておりましたけれども、テレビ改革は無理だな。テレビをみんなが見なくなればいいんだ。テレビを倒せばいいんだ。テレビ粉砕塔にすればよかった、なんて今は思っております。 YouTube とアマプラと D アニメが見切れません。私の場合いくら時間あってもニュースはまとめサイトで十分以上です。それは私が保証いたします。テレビ捨てても全く全然困りませんので、ぜひとも皆様にお勧めいたします。成人された愛子内親王殿下のティアラ、コロナ世情を鑑み先送りだって。現在宮中行事などでは宮内庁が管理しているおば様にあたるサーヤ様のティアラを借用されているそうです。借りてんだって。ネットの反応です。なんてことだ、仕事道具みたいなもんなのに。小室はあんなに金使うのに、小室の警備費用で何個も作れそう。海外で寄生しているゴミの金使えばいいのに。クラウドファンディングしてくれたら協力する、なんていう意見がありました。王女より格上の世界唯一の皇女殿下なのに情けない情けねえ。まあ今は困ってねえから、いうの向きもありますけれども、あとサーヤ様はサーヤ様は黒田さんって人と結婚されてですね、民間人で、まあ持っててもティアラ使う機会がねえっていうのも分かりますけれども、ロイヤルプリンセスじゃあないんだぜ。それよりずっとずっと格上のインペリアルプリンセスなんだぜ。情けない。その昔ですね、金城陛下のご結婚、政子殿下、陛下か今は、政子陛下今はとのご結婚ですね、テレビはなんつってたかっちゅうとロイヤルウェディングとか間違って報道しておりました。正しくはインペリアルウェディングであります。もう正確に伝えるつも、かと思えばですね、
産経新聞ですらサウジ皇太子とかいう敬称を使って、それ嘘ですかね、皇太子は日本にしか存在しないことになってんだよ。帝国なんだからさ、あそこはね王国なんだから、サウジは王国なんだから王太子でしょ。正確に報道しろっちゅうの。日本がですね、世界唯一の帝国である、皇国であるっていうことを知られたくないっていう意図なんでしょうか。他の男も皇太子って呼ばって、なんとなくね、薄めっちまおうっていう魂胆なんでしょうか。皇室が総本家で、日本人はみんな分家、枝の枝という思想を持っている私はですね、まあ日本は超個体って話なんですけれども、本家を馬鹿にされると、分家もね、顔に泥塗られた気分で腹が立つと。これヤクザの世界だったら、本家馬鹿にしたとこ、分家は黙ってないよね。勝ち込みかけるよね。握手券つけてクラファンやれば何億でも集まるっていう意見もありまして、まあ考えは柔軟なんだが、ダメでしょ。これ、世界唯一の皇女殿下なんだから、不敬すぎでしょ。大体ですね、少々筆勤、巫女の利を受けたまわれば、必ず慎めと。下々が個室のことをいろいろ噂したり、批判したりなんかすんじゃねえ、下々は。っていうのを意見を私も持っておりますんで、これは宮内庁と財務省がだらしねえんだよなーと。両陛下がですね、コロナで暗い世情を鑑み遠慮されたっていう記事になってましたけれども、これいつまでもコロナを二類にしとく政権を恨みたくなりますね。さっさとやらんかって話。眞子元殿下、今は民間人なので眞子様かな、ニューヨークに住んでる。成人された時にやっぱりティアラ作ったそうなんですけれども、その値段は2000万円だったらしいであります。まあそれより安いのは作れねえでしょうけれども、まあ募集すれば2000万ぐらい一人で一社でポンと出すところもありそうだな。まあ政治利用であるとか広告宣伝目的になっちゃってダメですけどね。だいたいね、愛子殿下、愛子世界唯一皇女殿下の握手券はいくらで売ればいいんだって話ですよね。まあ商業利用になっちゃうのもダメですけどね。9月から始まる朝日新聞の200人解雇計画は希望退職でなかった。散々今までも希望退職やってましたけれども、もう希望する人いなくなっちゃったんだな。無能切りだった模様であります。上司と面談し今後の雇用条件を提示され、だいたいいくつになったらこのぐらいもらえて、定年するときはこのぐらいね、退職金はこのぐらいねって言われんだって。それが嫌ならやめてくれという方式になるそうです。ゲラゲラゲラ。中高年社員は面談必須だそうで、45歳以上ね。まあ、記事が書いてありますけれども、ネットの反応です。ああ幸せ無限大。これ安倍総理の死後に朝日新聞が載せた川柳にあった言葉ですね。まともな社員が辞めてさらに先鋭化する、ますます先鋭化していくんだな。もうとっくに出がらししかいないのに、煮詰まったやばい赤だけが残るんだな。安倍ができなくなったんだから4100人も必要ないだろう。日本の崩壊を目指していたら自分の会社が崩壊しそうです。そして韓国籍しかいなくなって、名実ともに朝鮮日報に、もうなってんじゃねえのかなって疑いありますけどね。朝日は日本に必要ないどころかデトックスの優先対象ですしね。4100人今いる中で200人切る計画らしいんですけど、もっと切れんじゃねえの。安倍側が今までの
メイン業務だったじゃねえか。それがなくなっちゃったんだから、半分ぐらいでいけんじゃねえの、2000人ぐらいで。十分回せんじゃねえの。今後の給料や待遇を提示され、それが嫌なら辞めるってことはですね、自分に自信がある。社員が辞めるってことで、これ結局、有能切りになるんじゃないか。希望する人いねえっつったって、そんな給料じゃ嫌だ。50歳になった時に、このぐらいか。それじゃ嫌だ。で、自信があるやつが辞めんでしょう。朝日の経営陣は、バカだからな。これが有能切りになるって、優先的に辞めてくって、わかんないんだな。まあ、イーズをもっとやるって感じですけども。すでにまともな社員なんかいないんだから、何回も早期退職募集してましたしね。いないんだから、大丈夫。致命傷だ。ってぐらいで、私が生きてるうちに、朝日の倒産が見たいもんですね。守備よく、ジタバタしながら、あがきながら苦しみながら、倒産したら、川柳大会やりましょうか。朝日新聞を忍んで、川柳大会、幸せ無限大って書いちゃうよね、もちろんね。というわけで、どういうわけなんだかわかりませんけれども、メール当院さんと、全国の地区支部長を大募集であります。YouTube 動画説明欄、もっと見るをクリックしていただくと、募集のページのリンクが貼ってありますんで、そちらからお願いいたします。デトックスジャパン。